はい、皆さんこんにちは。レナです。どこです。エイティブログです。今日はたくさんドイツのお菓子を用意しましたよ。レナ社長が子供の頃から食べてたドイツのお菓子。いろいろ買いましたよ。買いすぎた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。まだこっちに映ってないけどいっぱいあるよ。一応厳選してここになったよ。で、それは今からタカにさ食べさせてあげて、タカの意見を聞きたいと思います。うん、これからいきます？まだまだ味薄そうだよね、これ。いや、普通の塩味。ポンベア。ベアはクマかな。そう、このクマちゃんだよ。すっごい懐かしい。ああ、美味しそうな匂いする。でしょ。これ日本にあるわ。同じようなお菓子で、1個ずつがクマちゃんだよ。今ピンとこないけど、うん、懐かしい。うん、美味しい。ちょっと塩味が効いてて、うん、薄い塩味で、うん、絶対にアンヘルシーだから、うん、私の両親がいつも買ってくれなかった。ああ、よくあるよね。子供の頃ってさ、アンヘルシーなもの買ってくれないじゃん、両親。で、大人になってから自分のお金で買えるようになるけど、その時にはもう食べないじゃん。そう、今回は本当にすごいいい機会で、うん、すごい何年間食べてないけど、イメージとしては薄味のポテトチップスをちょっと、でも空気があるみたいな感じ、あの分厚く揚げたって感じ。ポンベア、皆さんもしヨーロッパに来て見つけたら食べてみてください、うん、オリジナル味がおすすめです。うん、うん、じゃあ、あの美味しいしょっぱいやつから、うん、ちょっとタカが好きそうでもない甘い味をのグミです。あの、ね、これ和菓子というか、その昔子供の時にこう20円とかどっかのお店に行って何かを買いに行ったみたいな話をしたでしょ。やる。ドイツ人はこういった、あの、こう細長いグミ1個ずつを買ったというイメージ。これ1本1本で売ってるぞ。そうそうそう、これ1個5円とか1本、うん、10円とか。なるほどね。で、それが私は小学生の時にこんな感じで買いました。で、合わせて50円とか。そうそうそう、紙袋に入れてもらって持って帰って食べる。そう、あの、日本も同じような感じだね。駄菓子屋行ったらね。そう、どう、開かない、これ。開かないよね。これがね、ジャーマンクオリティですよ。そう、なんかこういうのがね、すっごい開けづらい。日本だとさ、カットが入っててさ、ピッて開けれるじゃん、簡単に。ハサミで、マーケティングするなら。見てこれ、真ん中がね、違う色が見えますか。真ん中がちょっとピンク色になってて、うわ、匂いが匂いが本当の、あ、これなんか人工の香辛料ってか人工物の匂いがするすごい懐かしい。あ、お普通のグミじゃなくて、なんか、うん、よく日本でも駄菓子でさ、パウダーのさ、オレンジ味のパウダーとか売ってるじゃん。本当にそれの化学調味料の味がする。これでも悪くない味は。なんだったっけ、うん、ラズベリーと悪いわ、味悪いブラックベリー味、うん1個食べたらもう、うん、もうこれはね、1本でいい。こんないっぱい買ってきたらこれね、全部食べたら体にすっごい悪いと思う、ね、体に悪い味がしますでもまずいわけではない。でもこういうハリボーの、まあ、これと違う味とかもいっぱい置いてあって、うん、ドイツでは、うん、日本だとさ、あの有名なコーラ味のハリボーとかクーマのハリボーしかないじゃん、うん、でもドイツではこういう感じのハリボーが50種類ぐらいスーパーに売ってる、うん、スーパーだと一つの棚がハリボーで全部埋め合ってるみたいな感じだもんね、うん、あ、これ面白そうだなっていうのをドイツのスーパーで探すと楽しいかもしれない、うん、ハリボーハンティング、うん、もういらないな、もういらない、もういらないもう大丈夫じゃあちょっと美味しいチョコに行きますか。うん、これドゥプロはキンダーの、うん、皆さんキンダーって知ってますか。ドイツ語でキンダーって子供って意味なんですけど、英語だとチルドレン、その、まあ、子供が食べるようなチョコでキンダー。ドイツのこういったチョコの特徴、うん、他にもなんかこれとかこれとかもあるんですけど、うん、チョコとヘーゼルナッツのクリームが特徴的、うん、チョコとヘーゼルナッツだから美味しい。ただのチョコじゃなくてヘーゼルナッツが入ってるから。そう、うん、うん、うん、こ
これは本当に美味しい、うん、サクサクした食感で、これぜひデュプロ皆さん買ってみてください。これデュプロ日本でもね、もしかしたらカルディとかで売ってるかもしれない。これはでも食べたいね。これさ日本でさよくあるじゃん。よくあるの？あるあるある。昔子供の時にこれ楽しいじゃん。これ半分にスティックが入ってて半分はチョコレートでこうディップして食べたでしょ。これ皆さんありますよね、思い出で子供の頃こういうの食べてた。私知らない。え、知らない？うん、半分チョコ半分スティック。ヌテラ、ヌテラだけを買ってスティックいらないの？こんな感じ。わかる？ヌテラだけこう飲む飲むの。飲む。こうストローつけて。当たり前だけどうまい。だってヌテラだもんこれ。でもヌテラを食べたことない日本人の人も多いと思う、うん、ホテルとか行くと朝ごはんでヌテラのちっちゃい瓶がさチョコレートが入って、うん、スーパーとかであんまヌテラ売ってないから日本の売ってるよ、美味しいですよ、うん、これ懐かしいわやっぱり、うん、さっきレナのママがこれは美味しいよって俺にお勧めしてた ABC、うん、アーベツェ、アーベツェ見てこんな感じ、あの人の遊び心。あー、じゃあレナって作ろうと思ったらこう並べてレナって作れる。そう、すごいパリパリしたクッキーのシンプルな味、うん、本当にそう甘すぎないからパクパクいけちゃう。なんかでも見た目あんま美味しそうじゃないよねこれ。そう、もうちょっとパッケージを勉強した方がいいかもね、ドイツ人の人。え、ドイツはさなんか有名なブランドってあるの？こういうお菓子といったらみたいな。日本で言ったらさ森永とかさ有名なお菓子ブランド、うん、ハリボー、フェレロ。でもドイツじゃないの、イタリア。え、じゃあキンダーってイタリアのお菓子なの？そうだよ、チョック。そうなの？そうだよ。で、キンダーってドイツ語の名前つけてるの、キンダーって。美味しいですこれ。食べ続けてるから美味しい。今のところまずいのはない。あ、まあまあまあ、まずくはないけど次買わないっていうのはこれ。ね、そう。それ以外はもう一回買う。こちらモンシェリーフランス語。これドイツなの？フランスなの？これはそれもフェレロ。あ、フェレロ。あの高級のチョコってイメージ。一個一個こう入ってるのね、はい、見て。そう。一個一個こういう風に。お酒が入ってるよ。あ、チェリー酒？あのだから一口で食べてしないと。あ、真ん中に入ってんだお酒が。普通のチョコレートみたいだよね。うん。ラム酒噛んだ瞬間にお酒がこう口の中にブワーって広がる。これ入ってる量も多いと思う、チョコの中のお酒ので、真ん中になんかね果物のドライフルーツの実も入ってる、うん、チェリーが入ってる、チョコの中に。チェリー、あー美味しい。美味しいけどこれ大人のチョコレートね。それめっちゃ大人。これ子供はね美味しいと思わないと思う。これいくらなのちなみに？いやこれ安くないよ。ここに書いておきます。はい、ここ10個、10粒しか入ってない。じゃあ、ちょっとさっぱりな味が欲しくなってきた、うん、じゃあプレッツェル。これはね、抜群に美味しい。もう食べなくても分かる。だから日本で食べたことあるこれ、うん、ね、よく買おう。イオンとかにも売ってる。ああ、そうそう。シンプルな味で薄いよね、ちょっとね。でも塩味が効いてる。塩がついてる、うん、もうなんか本当のなんか塩味じゃなくてこう粒々の塩がついてるから美味しい。そう、なんかもっと大きいやつもあると思う。わぁ、美味しい。こんな感じ、かわいい。一個一個がこんなプレッツェルの形してる。あ、おいしい。これも言ってしまえば1個しか食べれないんだったらあんま美味しく感じないんだけど、こう次から次へと食べれる美味しさがある。こっちはさ1個が美味しいじゃん。あ、そうなんね。やみつきになって、あ、もう1個食べたいなっていう。皆さん食べて、本当にこれプレッツェルのお菓子、ブレッツリー、うん、ブレッツリー、ブレッツリーっていう名前。これ本当にこれしかもねボリュームめっちゃ入ってる。これパンパンに入ってるからね。おいしい、うん、ママがいつも言ってる、うん、おいしい、めちゃめちゃおいしい。トフィフェ、チョコが多いね。みんながチョコが多い。トフィフェ一個一個がこういう風に入ってる。これね一個の中にキャラメルとヘーゼルナッツ、チョコレートのコーティングが入ってる。だから噛むとこうネチョネチョして、うん、でヘーゼルナッツのカリカリっとした食感もあって、でチョコの甘さが、まあ、こう周りでコーティングされてるから美味しいね、うん、まあ、チョコレートはやっぱ全般的に美味しいわドイツ、まあ、ヌテラもそうだしキンダーもそうだしこのトフィフェもそうだし、うん、この2つがあるんですけど、これ皆さん見たことありますか？これドイツのスーパーで売ってました、コアラのマーチ。あとはミカドはポッキーです。そう、ポッキーで売ってないんだよね海外だと。
ミカドで売ってんだよね、うんうん、出してるのはグリコが出してるから、なぜかポッキーで売らずにミカドって名前で売ってる。理由は分かんないけど。これは何のブランド？ここめっちゃドイツの会社、クーフンマイスター GmbH。 ロッテが作ってる。でもこれはドイツの会社が作ってるから、うわ、全く同じ作るんだよ、コアラのマーチと。あ、全く同じ大きさ、しかも一緒なんじゃない？コアラのマーチ。これ日本のものということは知らなかった、私。あ、日本に来るまで？うん、わかんない、これが最初かもよ。こっちが最初でロッテが真似したかもしれない。全く一緒、違いが分かった。このこっちのドイツのチョコは香りが強い、うん、けど日本のチョコ香りがちょっとマイルドになってる。ポッキー、ポッキー、これなんか普通のポッキーのミカド、ちょっとダークチョコレートでできてるよ。えちょっと大人の味。乾杯。乾杯。あんまりポッキーも食べないから分かんない、うんうん、俺もポッキー日本で食べないから分かんない。でも子供の時食べたら味こんな感じだった気がする。日本のポッキーと一緒、ドイツのミカド感じ、全く同じ味でした。10個ぐらいは食べましたけど、うん、一番美味しかったのは何？一番美味しいのはこれかな。なぜならこれはね、お酒のおつまみにもなります、皆さん。うん、そうだね、タカは甘いものより、あの日本でこれ買って、あのビール飲みながらこれをパク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 食べながらお酒のおつまみにしてました。で、次に意外とこれも美味しい。一番最初に食べたやつ。そうだね、見た目は全然美味しそうじゃないけどね、ただ全然美味しい、これで。まあチョコはね、当たり前のように美味しいけど、タカはそんなにチョコを食べる人じゃない。そう、俺あんまりチョコは食べないから、人生で、ね、うん。これとかも、この2つはドイツにいる時によく買って食べる。レナさんチョコレート大好きですからね。チョコレート大好き。日本でもよくマカダミアナッツとか買ってきてるもんね、うんうんうん、あとチョコレートチップスとか。そうそうそう、それはちなみに私の両親に買ってあげて、うん、食べさせてあげたので、その動画も見てみてください。まあお腹いっぱいになりましたね、うん、なのでこの動画はここで終わりにします。皆さん今日紹介したものの中で、例えばイオンとかカルディとか行って見つけたらぜひ食べてみてください。本当に一番のおすすめはこれ、プレッツェルのお菓子です、うん、しかも日本で買ってもそんな高くないんで、うん、これはね、うん、だからぜひ一回食べてみてください。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。